はい、皆さん今まいてる餌がさつまいもになります。さつまいもを細かく切ったものを与えております。それと小麦を混ぜたものを入れております。リスやハムスターと同じです。皆さんご覧いただいているのが B 群643頭、そして右手の方には C 群279頭のこれが、ね、同時刻にね、右と左で分けて巻いてる。真ん中に巻かないのはもう当然なんですけどね、 C 群の方が弱いので B を向こうにやるとですね、 C が山に追い返されまして22年前の A 群の二の舞になりかねません。英語が22年前 C 群との戦いに敗れて、それ以降1日も降りてきておりませんので、はい、そして山の中で消滅をしております、現在 B と C だけになりました。まあ、それを避けるために今人工的になるべく2つの群れを、ね、接近させないようにしております。こちらに強い B 群を引っ張っております。まあ、皆さんご覧いただいているのはほぼメスと子供だけですから、大きな猿は当然おりません。この中に大人のオスは10頭いませんので、すべてメスと子供です。オスが少ないんです。メスの方が圧倒的に多いので、オスが1に対してメスが10数頭いますので、はい、ですからもし皆さんの身近にお知り合いにモテそうにない B 型の男性の方がいらっしゃいましたら、高崎山に入るようにお伝えしてください。はい、もう少々の方でも持てます。もう1回10何頭ですからね、選びたい放題です、まあ、ああいう風にね、もう近所のおばさんが、おー、近所のおばさんがこのコミットしました。あの立ち的なヒーローが現れまして、あれ助けに来ました。なかなかいいとこありますよ。若いオスですけどね、男子高校生とか、ね、男子高校生がね、近所のおばちゃんが子供をやっつけてるのを見ておばちゃんに注意に行ったんです。なかなか勇気がある行動です、ね、小さいものがいっぱい。10時30分になりましたら餌を与えます。数百頭の猿が集まりますので、10時半前になりましたら皆さん
古いのが来たのがスプレーされて、いやー、やばすぎたのね。すごい。僕はそういう色。そんなことまだ白いよ。家族以外の方が集まりますから、目が合ったり、肩が触れたりということ